この番組では、ラズベリーパイの基本的な使い方について初心者向けに解説いたします。自宅サーバーを構築して、将来 iPhone などの自作アプリと連携したサービスを作ることを目標としております。レンタルサーバーや VPS などに頼らず、ゼロからサーバー環境をセットアップしてみたいという方におすすめなシリーズとなります。ラズベリーパイは基本的に Mac で遠隔操作して作業いたします。書籍やホームページで プログラミングに関する情報発信も別途行っておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、えー、本日はですね、まあ、ラズベリーパイでこれまであのメルマガをこう自作するというようなことで、いろいろなソースコードを紹介させていただいたところがあるんですが、今回ですね、そのメルマガがついに え完成しましまたんでねそのご報告をさせていいただければと思いますで私のこちらの番組ではですね最近あのマーケティングに関する話とかもこう結構やってたりしていてまあそれとあの少しちょっと絡むような内容でもあるんですがまあとはいえですねあのこの「ラズベリーパイ」シリーズのこちらの番組の方ではややちょっと専門的な内容がありますんでね特にですねこの PHP と Python 結構知らなかったりするとついてくるのが大変だったりするようなところあるかもしれないのでえーあの 詳しくはですね、私の,の YouTube の説明欄の方ですね、そこにあの番組リスト別にリンク貼ってありますんで、そっちからあのお好みの,あの番組リスト見てた方が、お好みのジャンルのものが見れるかと思いますんで、そちらよろしくお願いいたします。で、えー、早速なんですけど、えー、まあどこにこの自作メルマガを配置したかというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。で、えー、私の,あの、ね、こちらのホームページの方、 でで、えー、まあ、設置してるわけけなんですけど、えー、基本的にですねあの私あの YouTube の方で、えー、マーケティングに関するお話ですねこんなようなタイトルで、えー、こう書いてるとかなんですけど、ねえー、そういうようなあの、えー、YouTube で配信してるときに、えー、説明欄にこんなようなリンク貼ってあるとかですねはいこれ php で動くやつなんですけど、えー、これで このリンククリックしていただくと、あのメールアドレスの登録がこう自動でできて、あのえー、私からあのメールマガの通信がこう届くようになりますんでねあの、もしご興味あったらこちらちょっとクリックしていただくか、それからあのホームページの方にもあの実際こう設置してますで。この私のホームページの,この灰色のこうメニューバーのところの、 この話題の IT ニュースとかを書いてあるところ、これクリックしてもらうと、ここのこちらって書いてあるところなんですね。こちらをこうクリックしてもらうと、登録ができます。で、主にですね、私のこちらのメルマガの目的はですね、もちろんあのマーケティングの内容に関する えーまあ、ヒントみたいなそういったあのものもこう配信していけたらなと将来的に考えているんですが基本的にはですねあの更新の通知みたたいいいなな感じで、えー、一つこう考えていただければと思います、えー、なんかあの私の方で、まあ、YouTube こちらとあと音声配信ですねスタンド FM とかポッドキャストとかも配信してるんですけど、えー、そちらの,あのこのマーケティングの話に もうアプリを世界で売るための販売戦略みたいな感じでえこのお話してるシリーズなんですけど、そちらに関するえニュースが更新されたタイミングでとりあえずあの更新通知のあのメールを送らせていただけたらなと思ってます。まああの基本的に最初のうちはあの更新通知ぐらいだけにこうしようかなと思ってますけどね。まだあの実験的にあの 何でこの自作メールマガなんでねどっかの有名なサービスとか利用してるんじゃなくて全くあの無料で自分のソースコードを1本でこう作ったあのメールマガなんですよ。だからあの なんかね、ちょっと不足な部分とか不備あるかもしれないんですけど、その辺ちょっとご了承いただければと思うんですね。なんかあの問題点あったら、あの、ぜひともですね、あの、YouTube のコメント欄でもいいんですけど、あの、ご連絡いただければと思います。あの、メールにそのまま返信していただいても結構です。はい。まあ、とにかくあのえ、自作のメルマガなんでね、その辺ちょっと温かい目で見ていただければと思うんですけど、本当にあの、素人感満載のあのメルマガなんでね、これね。まあ、とはいえねえ、こういうメルマガっての自分で作れるっていうようなことをこう実感していただきたいところがあります まあ私のねソースコードの一部とかそういうのをあの利用していただいても、えー、結構ですんでね、えーまあ、あの自作メルマがのもし作ってみたいっていうんだったらそれの参考用にこれ登録していただいても結構ですんで、はいまあ、と,りとりあえずですねあの発信する内容は先ほど言いましたのマーケティング 的内容ってこととか購買心理学とかねその辺のあのイージーコースな内容になってますんであの専門的なねあの SWIFTUI のコードとかあとはラズパイのリモートサーバーの構築方法とかそこまでのものはまずはあの配信しないでおこうかなと思うんですけどまああの別ジャンルのメルマガをまた作ってやるっていうのももうありかなと思うんですけどまあ今のところはですねこれに関するお話のみの通知ですね更新通知、えー、のみちょっと送らせていただこう こうかなと思っております、まあ、基本ですねあのこちらの Yahoo メールから自動で,で、えー、こちら送信される予定ですの、ね、で Yahoo メールをちょっと見ていただければと思います。はい でもしかしたらですね、なんかね、私のメール、あの、迷惑メールとか、もしくは入っちゃうかもしれないですけど、もしくは、あの、プロモーションとかね、最近、あの、えー、広告媒体、ツイッターとかがそういった広告媒体が来るメールっていうのは、なんか、プロモーションカテゴリーにこう、行っちゃったりするようなとこがあったりして、私のこちらのメールもですね、メルマガというだけあって、さすがに、あの、自動オートメールシステムなんですね。なので、あの、実体、あの PH、PHP と Python で動かしてるんですけど、なので、 もしかしたら、そういうジャンルの方に振り分けられてしまうかもしれないんですけど、まあ、その辺はちょっとご了承いただければと思います。はい。で、実際ですね、まあ、登録方法どうしたらいいのかっていうようなところなんですけど、このホームページのこの話題のニュースっていうところから、このこちらっていうところをクリックしてもらうんですね。こちらをやると、早速、メールアドレスの入力欄が出てきますんで、ここにですね、ご自身の,あのメールアドレスをこう入力してください。で、あの仮登録というようなボタンをこう押してもらいます。であのこちら仮登録という だけあって、あの仮登録で、まだこれ,これだけ押しても、あの本登録になりませんのでね。 えこれを、えー、入力して仮登録ってこう押すと、えー、本登録用の自動メールがです、ね、あの送信されますで。そちらのメールから本登録を行ってください。で、これを押すと、えー、このようなメッセージが来ます。で、ここで一つだけちょっと注意していただきたいのがですね、えー、最初の仮登録に関してなんですけど、えー、これ、英語でですね、メールが来ます。英語。すみませんね。あの私の,あの環境の問題で、 えこのメール送信システムはですね、一番最初の仮登録のから本登録にかけてのところだけは、どうしてもこう英語じゃないと日本語を認識してくれなかったんですね、本登録。なので、ちょっと英語でちょっと記載させていただいたところがあるんですけど、ただですね、本体のメルマガの方はちゃんと日本語で配信しますんで、そちらちょっとご安心いただければと思います。で、どんなメールが来るかというと、こんなようなメールがこう来ます。で、これでね、ちょっと英語で書いてあって申し訳ないんですけど、まあ、つってもこのたった3行ですからね、たったに、まあ,あ、言葉は2行ですけど、まあ どういうことしてほしいかって言ったら、このリンクをのこの自動オートメールでこの仮登録すると、こういうようなメールが届きますんでね、で、これをこうクリックしてもらいたいんですね。クリックしてもらうと、こちら、仮登録から本登録になりますんでね、で、本登録後はちゃんとあの日本語でえあの配信されますんで、その辺はちょっとご,了承ご安心いただければと思います。最初のね、この1通だけね、最初に仮登録のこの1通だけはちょっと英語になっちゃうんですけどね、で、ここをこうクリックすると、こうなります。はい で実際あの、まあ、主にこう更新された内容というのはです、ね、この私の,あのマーケティングに関するお話ですね。最近いろいろいっぱいこう投稿しているところなんですけど、えー、主にこの緑の、えー、サムネイルですねで。この紫のサムネイルとかはあのラズパイに関するあのお話とかが、まあ、主なんですけど、あの緑に関するサムネイルは、えー、これはです、ね、あの私の,あのアプリを世界で売るための販売戦略みたいな感じで、 マーケティングに関するお話の方をさせていただいておりまして、まあ,あの、まあ、そういった経緯で、えー、これはですね、できるだけ毎日更新でいこうかなという感じで、結構見てるんで、えー、私やらせていただいてるんですけど、まあ、あのこちらがあの作成されて、YouTube に投稿されたタイミングで、こ,の、えー、こちらあの、通知、メール、メルマガで通知させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、実際の通知した時の、えー、様子なんですけど、まあ、どんな内容が送られてくるかというと、まあ、一番最初に、のこの辺にこう、 あの私のなんかコメントがありますで、えー、この YouTube であの更新されましたっていう YouTube チャンネルの、えー、こちらのリンクきますね YouTube が更新されたタイミングできますんでね、それとあとホームページからもこう見れますんでね、えー、こちらのリンクも貼らせていただきます。で、ほこちらのリンクの方はですね、実はあのラズベリーパイがあの自動で YouTube の配信を取りに行って、 でホームページにこう上げてるっていうようなえ手前少しタイムラグがあるんですね。まあだいたい一日ずれぐらいになっちゃうんですけど、なので一番最新のものはこっちの YouTube のリンクの方が最新のものがこう見れます。はい。であとはあの私あの Twitter もやってますんであのえこれは参考までにこう Twitter のアカウントのリンクもちょっと。 貼らせていたただきましたで最後にですね、えまあ、ここをご安心いただきたいのはですねえ、これだったらいらないってなったとき、はい、あの配信停止もできますんで、配信停止もあの一番最後、下の方にリンクあるんで、まあ、いらないなと思ったら、あのこの配信停止のリンクを押していただいて、えー、もらうとあのこう、えー、この配信のリンク、止めることができますんでね、はい、どうなるかというとですね、えー、こういうような、えー、リンクにこう飛びまして、 えー、この、えー、配信停止ボタンを、えー、押していただくと、えー、あのここからあのこのようなメールがもう届かなくなりますんでねそ,その辺ちょっとご安心いただければと思いますはいただですねちょっとご注意いただきたいのがですねいたずら防止のためにですね配信停止を押した場合は、えー、そのユーザー 基本的に、あの、もう一回、登録っていうのは、まのできないような、こう、設定になっております。なので、配信停止にして、やっぱ、あの、再開っていうようなところは、基本的なスペック上は、あの、え、こう、禁止するようなスペックにしてますんで、一回、こう、停止したら、あの、基本、あの再、その、それではもう再開できないものっていうような感じで認識もしてもらえたらと思います。なので、一回、配信停止したらですね、まあ、本当にいらないっていうような、え、時にのみあのく、あの、あの、リンクの方をちょっとクリックしていただければと思います。 で <coughs> 先ほどちょっとラズパイのお話もちょっと抜けちゃったんですけどえこちらのラズパイのこの,このリンクを押していただくとこっち行きますね。であの実はですねあの私のホームページの方で、えー、もうですねラズパイがこう YouTube の,のデータを取りに行って自動運用してるっていうようなところがあるんですけど、まあ、少しね えーまあ、こういうようなちょっと変わったようなスペースがあるんですけど、この中にこう投稿されているのがですね、実はラズベリーパイが私の自作した Python コードによってこうポン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 上げていってくれるんですね。まあ、これがちょっと1日ずれぐらいのタイムラグがあるんですけどね、まあ、あの基本的にここにこう投稿されている、えー、ここら辺のものをこうクリックしていただいても YouTube 見れますんで、ね、そちらちょもうちょっとご興味ありましたらあのお,お試しいただければと思います。はい で配信停止がこう完了すすするとあの無事にこういううにこううい出ますでで配信停止がですねなんか不具合でこう停止がうまくいかないみたいなことあったらあの私の方にこうあのメールいただけたらあの手動でやりますんで多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、何かね、まあ、何,何ゆえね,これね自作のメールマガなんでね、えー、どういうトラブルがあるかはちょっと私もちょっとよく分からないところがありますんでその辺を温かい目で見てもらえたらいいと思うんですけど。 ええ、ま、とにかく何なんか不具合あったら、あの、メールで連絡ください。あの、配信停止したいって言うんだったら、え配信停止しますし、あとは、あの、どうしても再開したいって言うんだったら、あの、メールで、あの、ご連絡いただけましたら、あの、対応遅れるかもしれないですけど、まあ、あの、再開、この手続き、できそうだったらやってみたいと思います。私もですね、えー、そのコードとか、そこら辺を、まだ、あの、えー不慣れなところがありましてね、その、記述に、ま、何かちょっと間違いがあったら、ちょっと、ま、えー、いけませんのでね。なので、 慎重にはは対処したいいと思ってはいます、はい、で最後にですね、あの私の方の宣伝なんですけど、このマーケの話、マーケの話に関してはですね、スタンド FM でもこう配信してます。まあ、このスタンド FM っていうのはですね、えー、まあいわゆるあのアプリのアプリ版のラジオみたいな、そういうようなサービスで、まあ、有名なんですけど、ね、ボイシーとか、あの辺は結構有名だと思うんですけど、それとこう、 えー、結構あのビジネス YouTuber の中で結構あの注目されているあのアプリなんですけどね。でそれから、えー、こちらの REC っていう、えー、こちらのラジオ番組でも同時配信してます。えー、スタンド m レ e c とそれからこの Apple、ね、の、ね、ポッドキャストですね。ポッドキャストでもあのマーケーの話配信されております。で、えーまあ、基本的にですねあので、通知の更新のタイミングはあの、えー この先ほど言いました YouTube が更新されたタイミングでもあるんですけど YouTube にあの配信した内容っていうのはですね音声版としてこの3つの媒体ですねスタンド f m レック、それからポッドキャストでも同時配信してますんでねもしこういったあの媒体で音声だけ聞いてればいいやっていうような方いらっしゃいましたらこちらの媒体から聞いていただいても結構ですんでねまあのメールがの通知が来たタイミングでこの 配信の更新が行われていると思いますのでこちらも一つちょっとご参考にいただければと思います本日は以上になりますありがとうございましたここまでご視聴してくださりありがとうございます番組を気に入っていただきましたらいいねボタンまたはチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします本番組では プログラミングの基本やアプリの作り方なども合わせて解説させていただいております。詳しくは YouTube の概要欄をご覧ください。将来自分でアプリを作り世界で売ってみたいという思う方には、そのノウハウなどもホームページに掲載しておりますので、